ね、でも本当にやっぱあのよくあの言いますけども、台湾ってやっぱ美しいのは人だねってよく言いますけど、うん、はい、皆さんどうですか、台湾美しいのはやっぱ人だよね、丸か×かで、せーの、はい、やっぱ丸ですよね、うん、丸ですね、間違いないですね、人は美しいということなんですけど、なんか聞くとこによると純子さん、そう、私も今なんか聞いててエピソード1個思い出したんですけど、うん、これ私の友達の話なんですけどね、皆さんあの北海道の美瑛町ご存知ですか、はい、あ、このダダン、はい、日本一美しい村って言われてるぐらいのこう農村なんですよ、すごい綺麗な、うん、でこの美瑛町の中に青い池っていうのがあって、どのこちらですね、マジで綺麗、そうそう、これあのかの有名なリンゴのメーカーのパソコンの壁紙にもなった、そうなんだ、ところなんですけど、そうそう、でなんかその近くのね、あ、その湧き水の中にアルミニウムが含まれてるから、この太陽が反射してこのティファニーブルーの綺麗な色が出る、めちゃめちゃ綺麗ですね、行かれたんですか、いや私の友達 ね、 友達ね、で私の友達が北海道にせっかく旅行に行ったらもう絶対ここに見に行きたい、うんうんうん、でここに行ったんですよ、はいはい、であまりにも美しいからもう時間を忘れてしまったら最終バスがなくなっちゃったのね、ちょっとこうやっぱりこう自然の中だからバスの本数とかも少なそうですね、少ないの、少ないし、すごい早いの、6時19分最終バス、なんか覚え、そこすごく19分覚えてる、19分友達の情報すごい最終バスだからね、はい、だからもうその時間を逃したら歩いたら近くの駅まで3時間半かかるの、そう、遠いな、無理でしょ、で北海道のさもう夜暗くなるわけよ、その時間だと危ないですね、で危ないじゃない、うん、でもその子はもう考えてヒッチハイクしかないと、え、ヒッチハイク、すごい、すごいっすね、をしようとしたんだけど30分経っても誰も止まってくれないのね、あ、車は一応通るってこと、通る、通るんだけど誰も止まってくれなくて、でももう諦めないで頑張ってヒッチハイクやって、止まってくれた車がなんと台湾から来てた旅行客のカップル、台湾人すげえ、すごいですね、北海道でも救われてるんだ、日本異国の地でもそうそう、はい、でもほら日本語と中国語だからさ、お互いあの、あ、分かんないのよ、そっか、そう、分かんないんだけど、お互い友達は中国語喋れない、日本人、あ、そうそうそう、喋れないから、はいはいはい、で片言のこう英語でお互いなんとかコミュニケーションを取って、はい、でなんかその駅まで送ってあげますって送ってくれて、でもそれ救われたってことです、そうです、すごいですね、それはすごい、台湾の方どんだけ偉大なの、海外に行って人助けをするってすごくないですか、そんなことあるんですね、だって最初日本人はずっと無視してたんでしょでもなんか結局ね、そのなんかお相手のカップルは今でも連絡取り合ってるんだって、すげー、そうそう、なんだけどなんかもう別れちゃったんだって、ああま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 あ、まあまあまあ時代がね、ね、時代が経ってますからね、はい、なんかちょっと切ない話なのか優しい話なのか分かんないけど、俺もある、俺もある、赤月もある、なんかさ、はい、前にさ、たかしと一緒に YouTube 撮ったことあるけどさ、うん、あのポストがさ曲がってるところあるじゃん、これ、あ、これ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 、うん、ここであの友達がここ教えてくれて、あの台湾来たばっかりだったから中国も喋れなかったんだけど、ここがすごい写真映える、映えるスポットだから、うん、行ってきた方がいいよって、一人でこう撮ってたんだけど、うん、やっぱ全身ってなると入らなくて、やっぱこれだとこう一緒にこうやってやったりとかして撮りたいなと思って全身で撮りたかったんだけど全然撮れなくて、うん、そうそう、こんな感じでまあなんか撮りたかったんだけど撮れなくて、困ってたらなんかあるおじさんが近くに来て、なんか撮ってあげるよって言ってくれて、あ、優しいなと思って撮ってもらったんだけど、いっぱい撮ってもらったんだけど1枚も使える写真になってないのないのないの、おじさんが撮った写真はないです、ないんだ、全然削除しましたでもとにかく全然1枚も使えなくて、でももうしょうがないし、あんまり喋れなかったから、シェシェって言ってあの返しても携帯返してもらって、でこの人が後ろのコンビニに入ってって、それを見てからまたこう自撮り始めて、そしたらまた帰ってきて、なんか、あ、うまく撮れてなかったんだみたいなことを言って、撮ってくれるって言って、また優しいなと思って撮ってもらって、やっとこのいい感じの写真が撮れたんだけどそしたらその撮ってくれたのプラスコーヒーを1個持ってきて、お前にあげるよってくれて、わざわざ買って俺のために買ってくれたんだなって、でしかもくれた時にあの Welcome to Taiwan Have a nice trip って言って去ってったの、イケメン、もう俺
感動して、うわーで鳥肌立ってきた。恋じゃない、それ恋じゃない、恋じゃない、鳥肌立ってきた、恋じゃない、恋じゃない、おじさんにドキドキする、まあ、だからなるほどね、だからこう、そう、まあ、でも感動しすぎても何にも言えなくなっちゃって、その時そうそう、もうありがとうも何にも言えなくて、そうだから見れたら本当に感謝してます。いや間違いないです、ね、それから台湾のことはすごい好きになりました。 そのおじさんのことが好きになったわけではない。台湾女の子は大好きなんで、ね、優しい話ということなのか、はい、まあカズキがただこう自撮りがすごい好きな話なのか、いやいやいや違う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 、自分の話はしてない、自分の話は、感動の話だからやめてくれる、帰るの本当に、はい、素敵な話で、実は僕もですね、台湾の方々に助けていただいたエピソードがありまして、うんうん、台湾来て、2002年目かな、2年目か3年目の時にマソン様のマオジンって分かりますかね、ちょっと南部の方でやってるこういうお祭りがありまして、うん、これは台湾というか世界三大イベントって言われてて、上天バイエでこう南部をこうラオジンする、ミャオを巡っていくってものなんですけど、もうこの時に皆さん道端でもうすごい数をこうやってマソ様のこのおみこしを担いで、すごい数の人が歩くんですけど、この道のサイドとかで自分の家から自分たちの実費で出したお金で買ったものをみんなにこう配ってたりするんですよ。スポーツドリンクとか食べ物とか、でそういったものをこのみんなに配ってて、だから僕もそれでなんとかその参加した時にそれを食べたりしてこう食いしのいで、でやっていくっていう、いや本当に超大変なんですよ。え、買っちゃダメなの？買ってもいいけど、その要はミャオとこうずっと一緒にミャオこうやって配ってる、歩いていくからね、こいつ配ってるんですよ、みんながすげえ、すごくないですか、これケンタさんと、ね、見覚えのある人がいた、入ってたんですけど、これを飲み物配ってたりとか、でそうそうそう、でこのマソ様が、まあ、一番見どころはマソ様がこうみこしが通るときにこうやって、なんていうんですか、こうやって、そうくぐるん、そうくぐ、こうやってやるんですよ、へえ、でマソ様が上を通るっていう、へそうっていうのがご利益いただけるっていうので、そうそうそう、やったんですけど、これのねイベントに参加したときに、台湾人の人ってすげえなーと思いましたね。じゃああれだね、お金ないときそこ行ったらいいんだ。え、年に1回だけ、年に1回しか、年に1回しか、やめに、そういうちょっとみんなのさん、なんていうの、サンリャン、サンリャンの心をそういう風にやめてもらっていいですか。すいませんでした。はい、ということで、ね、そういうものに参加させていただきましたけれども、はい、なんですけれども、桃太郎さんもなんかこうよく台湾人の方に助けられるというこの話を聞いたんですけど、はい、なんか物をよくなくすって、あ、もうそうなのよ、結構おちょこちょいちょっと、ちょっバカバカにしますよ、あいつやっちゃってくださいこの番組出てるんだけど、こんなに突っ込まれたの初めてですやっちゃってくださいバシッ優しい、桃太さん優しい、やっぱり優しい音だけだ結構ね、財布とかよくなくしてたんですよ、うん、で一回ねドラッグストアで買い物をして気がついたら財布がなくて、でドラッグストアに戻ったんですよ、うん、そしたらお店の人が、あ、財布あったよって言って返してもらえるのかなと思ったら、あ、なんか拾った人が持って帰ったって言って、えと思ったんですよ、えそれ何と思って、うん、だから電話番号聞いてるからこの人に聞いてた、はとか思って、え、どういうこと、うん、だからこれもしかして、まあ、財布にそんなにお金入ってないけど行ったらなんかお礼払えとか言われるのかなとか思って、言われそう、ね、でちょっと緊張しながら、で電話して、あ、すいません持ち主ですって言って、うん、行ったんですよ、うん、そしたらなんかそこの方が、いや私が拾ったから最後まで責任を持ってあなたに返したかったって言って、はい、そういう理由で全然なんかその中からお礼で、日本だとほら1割とか2割とか言うじゃないですか、そういうのは全くなく、じゃあお礼に対して、ダメ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 って言って、へ、今のなんでダメダメダメって何？いや違う何そこ突っ込むところ？ちなみにその時その財布の中に当時の20代の若い頃のイケメンの写真が入ってたとか、いやいやそれは入ってたわけではない、それをこう拾ったおばちゃまがこう、あらイケメンじゃないっつって、ちょっと会いたいから持って帰りましょうみたいな、そういう感じではなかった？ちょっと違うと思います、旦那さんいたし、旦那さんいらっしゃったんですか、うん、でなんかもうそれでもうよく落とすんで、最近ね僕落とせなくなったんですよ。え、なんでですか、なんでですか、それは誰かっていうとね、これスマホなんですけど、こういう風にね、え、何ですかこれ、落とさないよ、ちょっと見てください、本当にここ10年ぐらい見たことないです、これはなんていうの、これわかりますか、ビヨンのやつだ、これちょっと桃田さん立っていただいていいですか、ここにこれね、ここだからこれわかるかな、例えばこう置いてた時に、ここ、ね、あ、ここごめんなさい、ここで忘れないんですよ、こういうふうに紐つけてると、これがわかります、これがついてる、これヨーヨーカーです。うわ、全部ついてる、全部ついてる、全部ついてる、ちょっと待って、あ、カメラに見せてるんですよ、これ全部ついてる、
はい、嘘これね、でこれヨーヨーカーでしょ、でもう財布なくすからさ、財布もほらこんな、おかしいですよそれは。これ絶対なくすから。待って、これって普通10代の若い子供お子さんとかがやることじゃない？そうです、小学生。あれじゃない、ちょっとうちのおじいちゃんちょっとボケちゃったから。めっちゃ引き込まれてる。いや本当これね、あの忘れっぽい人はねおすすめです。あの絶対になくさないです。なるほどね、ちょっとこう、うん、なんて言うんですか、こう物忘れが、物忘れになるのかね、激しくなってきちゃってるんですかね。なんでそういうの。いや大丈夫ですよ、大丈夫ですか。地方老人で、地方老人めちゃくちゃ地方老人になりかけてる。ぜひあのさっきの陳さんに見てほしいですよ、この状態を。今日すごいいじられてるんだけど。いやでもまあもうこれがあったら今なくさないということ、はい、なくさないですね。これつけてから一回もなくしてないですか。なくしてないです。あ、よかった、そしたらよかったです。うん、なくさないです。何をです、うん、だからもうこれ絶対うちに帰るまで外さないようにしてるんです。あ、そうなんですね、うん、これ外しちゃったら忘れるから。あ、わかりました。もう絶対外さないで、そう、うちに帰って外すように。わかりました、外すようにして。じゃあちょっと座っていただきたいです。あ、そうなんだ、台湾っぽいんだ。確かに台湾っぽい、台湾っぽい。だから夜市とか行ったらラーパン通さおちゃんってよく言われます。あー、ラーパンがつけてる、確かに、うん、あの帽子かぶってでしょ、シェンジュマオかぶって。なんか確かに ポロさん着て、そう、よく夜市行くとね、あ、今日ちょっと綺麗な格好してますけど、夜市行くとよく T シャツとか着てたらラーパン通さおちゃんとか、タケワテとか言われる。それだけ台湾化してらっしゃるってことですからね。台湾馴染んでるってことで。ファンスメン、カンダハイシーファンマ。如果你喜欢的话，请记得订阅国新卫视 YouTube 频道，并开启小铃铛哦。